皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。日本代表のメンバーが発表されて気分は一気に代表モードですね。今週末の試合が終わればクラブは一旦お休みという形だからね。どの選手も怪我なく、無事に代表に戻ってきてもらいたいです。クラブに、代表に、と休む暇もない選手も数多くいるわけだけど、今の冨安や伊藤洋樹はもちろん、それまでの三笘のようなケースも十分にあり得る。クラブにとっても痛手でしょうけど、代表はそうなっても代わりの選手がいるように常に準備が必要ですね。頼りになる選手がいても、依存しすぎないような集団の方が安定感があるのは確か。その中で韓国代表には色々と激震が走っているね。クリンスマン監督から、代表監督のゴタゴタは思ったより尾を引いていますね。その問題は間違いなく選手たちに良くない影響を与えていると思うけど、10月にアウェイでヨルダン、ホームでイラクと日本と同じく強敵を迎える韓国にとって最悪のニュースが、韓国代表にとって大黒柱とも言えるトッテナムのフォワードソン・フンミンが左太ももの負傷で不参加が決定。これはまずいですよね。旗から見てもソン・フンミンの存在感は際立ってましたし、所属するトッテナムの EL 第1節にて負傷交代をしてからリーグ戦、EL 第2節とベンチ外。くしくもこの EL が始まる前の記者会見にて、試合数も移動も多い。自分たちで体調管理をしなければならないが、時にはそれが非常に難しい。精神的にも肉体的にも準備ができていない状態でピッチに立つと、怪我のリスクが非常に高くなる。我々はロボットではないので、その点に気を配り、試合数を確実に減らし、より質の高い試合をすることが目標になるべきだ。と新しいフォーマットになった欧州カップ戦について提言をしていた矢先での出来事。そして思ってるよりも負傷が長引いてる感じですかね。そうだね。先月末に提出したリストにソン・フンミンの名前はあったものの、本人は状態が良くなると感じているものの、すぐに出場できる状況ではないと本人とクラブが話した。本人は難しい状況でもプレーしたいだろうが、私は彼に無理をさせて苦労させるのは嫌だ。とホン・ミョンボ監督がコメントしたように選手の状態を第一に考え、今回は代表メンバーから除外。フォワードファンヒチャン、フォワードベジュノ、フォワードイジェソンなど代わりの選手は十分。場合によっては追加招集で代替選手を選べる。とホン・ミョンボ監督は不在でも問題ないと強気の姿勢を示したものの、現地メディアは大騒ぎだね。そりゃそうでしょうね。私から見てもソン・フンミンは別格ですもん。クリンスマン監督の時から選手の自主性を重んじる方針からソン・フンミンら中心選手への依存は批判されてたけど、ホン・ミョンボ監督になってもその方向性に改善が見られないことから、ホン・ミョンボ監督の戦術はソン・フンミンお願いだけ。引き分けと勝利でスタートしたが、大衆の反応は冷たかった。表面的にはまともな成績だが、チームの成果と戦略をめぐる批判が巻き起こっている。ファンの間では、ソン・フンミン依存という言葉が出るほど嘲笑されており、監督の戦術の本質は統計的なデータによるものではない。特月の代表戦を見てソン・フンミン頼みは変わらないと現地メディアは批判。さらに韓国代表は監督の問題もありますよね。国会で問題として取り上げられてたみたいだし。韓国サッカー協会の監督選びの過程が不透明だとして監査を受けているけど、これに対して FIFA や AFC も監督選びに政府が関与したならば懲戒される可能性があるという警告文を。もう韓国国内だけで収まらない問題に発展しかねないですね。FIFA は規定として、各国サッカー協会は第三者の干渉を受けてはならない。政治的な干渉から独立でなければならない。という規定を設けており、実際にクウェートは2015年に政府が干渉したとして代表チームに制裁措置をしたことがある。この際は2018年のロシアワールドカップの予選にクウェートは出場できなかった。もし韓国に同様の措置があればソン・フンミン頼みとかそういう話ですらなくなりますね。実際にそこまでエスカレートするかはこれからの動きを見ないとわからないけど、日本のスポーツ庁にあたる韓国の政府の団体による調査結果では、監督選任作業に問題はなかったという韓国サッカー協会の主張に対して、クリンスマン監督の選任時に戦力強化委員会機能を無力化し、戦力強化委員がしなければならない監督候補者面接を会長が行い、理事会選任手続きが省かれた。とし、面接過程が不透明不公正であり、関連規定に違反して業務を不当に処理したという結果を報告。もう不正があったということですね。世論調査ではホン・ミョンボとチョン文部会長の辞任を求める回答が8割に達しているとのことで、この10月の連戦で結果が残せなければこの批判はより強くなるだろうね。結果を出したからといって不正があったのならば批判が弱まることもなさそうですしね。そ
その中でソン・フンミンがいないというのは本当に崖っぷち。選手はかわいそうですが、一旦整理して再出発するのが妥当かもしれませんね。韓国は自力もあるし、ワールドカップ出場は現実的にクリアできる可能性は決して低いわけではないからね。ただ日本と同じグループで、長らくワールドカップに出場できていない中国も同じく10月の戦いは厳しそう。中国は連敗スタートですから、10月の2試合こそしっかりと勝たないともう脱落ですよね。そうだね。アウェイでオーストラリア、ホームでインドネシアとできれば1勝1分けぐらいで乗り切りたい戦い。ただ韓国と同じくこの連戦を中国はエースが万全ではない。クラブでは絶好調で海外経験もあるベテランフォワードのウーレイがクラブでの試合で負傷し、続行不可能に。所属クラブの監督は肋骨を骨折していると発表したのが先月の28日。さらに膝の古傷も再発したと見られボロボロの状態。骨折してから2週間弱で代表戦はさすがに無理があると思うのですが。さらに日本戦でも後半から出場した北組のフォワードアランも直近の試合でベンチ外となっており、全治最大4週間の肉離れを負っていることが明らかになっている。もうボロボロじゃないですか。それ以外のフォワードで言っても数少ない海外経験者であるチャン・ユーミンはクラブで3試合出場停止で試合から遠ざかっている。これらの選手は招集こそされてるものの、万全とは言えない状態だね。中国代表の監督は大丈夫なんですか？日本、サウジとはいえ連敗を喫して批判もすごそうですけど。日本戦では7対0という屈辱的な大差をつけられて、サウジ戦では先制しながら逆転負け。しかもホームでなおかつ前半にサウジは10人になってましたもんね。まさかあそこから逆転負けとは。それだけにサウジ戦の後の会見ではイバンコビッチ監督本人に辞任をするつもりはないのか？という質問も。我々の目標はグループを4位で通過して次のステージに進むこと。誰もが懸命に働いているし、まだ8試合も残っている。今日の試合は前の試合より良かった。大きな希望があると信じている。と気丈に答えたものの立場は非常に厳しいと言わざるを得ない。ひどい質問ですが、それぐらい今の中国代表に失望感が溜まってるということですね。現状ではとりあえず続投ではあるものの、U21 中国代表のプチェ監督や、U19 中国代表のジョルジェビッチ監督。さらには中国代表で主将を務めた経験もあり、現役時代はセルティックなど海外経験もあるジェンジー氏。現在はイバンコビッチ監督の下でアシスタントコーチを務めているのもあり、これらが候補に上がっている。アンダーカテゴリの監督に現在のアシスタントコーチですか？大きな変化がありそうな感じはしないですね。あとは中国国内のクラブの監督が候補に上がっているけど、どうなるだろうね。何せイバンコビッチ監督はアジアカップ後に就任したばかりで解任するには違約金もかかる。コロナ禍以降、サッカーに対する投資が大きく減少した中国だけに二の足を踏んでるという見方が大半。就任させておいて結果が出なかったらすぐ辞めさせるっていうのも短絡的な動きですしね。ちなみに中国は最後にワールドカップ出場した2002年以降、22年で監督は14人目。ワールドカップに出ていないというのもあるだろうけど4年間指揮をした監督は一人もおらず、世界的な名将であるリッピ監督も3年で監督を退き、退任後には、中国では、フットボール文化が根付いていない。専門のスクールやユース育成のための施設など、まるで環境が整っていないからだ。必然的に選手たちは、年を取ってからプレーを始めることになる。小さい頃からフットボールをする文化が存在しない。と指摘している。監督をすげ替えるよりそういった部分からの投資が必要ということだね。中国も韓国もなかなか厳しそうですが、日本も10月は油断できないですからね。そうだね。もしサウジ、オーストラリアに連敗でもしようものなら森保監督と選手たちには当然批判がついて回る。そうならないことを祈りながら、10月のワールドカップ予選も応援していきたいですね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。